かれる、米国がついに認めるという記事でございます。帰りまいりましょう。 JB プレスの報道によりますと、8月下旬にアメリカ連邦議会調査局が公表したレポート、中国海軍力の近代化と、9月初旬にアメリカ国防総省が公表したレポート、中華人民共和国の軍事並びに安全保障の進展2020年度版では、中国海軍の強大化に関して深刻な警鐘を鳴らしているということです。現在アメリカ海軍が保有している戦闘用艦艇戦力は296隻、一方の中国海軍はすでに350から360隻の艦隊を達成していることになります。国防総省のレポートでも、中国海軍は隻数においては世界最大の海軍であると指摘しているということです。この件に関して作家の百田直樹氏は10日、自身のツイッターで、わずか20年で中国海軍はアメリカ海軍を抜き去った、今中国を何とかしなければ次の20年で世界は大変なことになるかもしれない、最悪日本はウイグル化するかもしれない、私はそれまでに死んでいるかもしれないが、私の子供たちは果たしてどうなるかと、このようにつぶやかれていらっしゃいます。まあこれね、私は20年って言いましたけど、はい、20年前の中国海軍って、はあ、まあ言うてみれば沿岸警備隊みたいなもんやったんですよ、規模というか、はい、もうその中国の、うん、いわゆるその何回り、20回りか30回りを、まあちょこちょこっと守れるぐらいの、もうあの日本の海上警備隊、海上保安庁みたいなもんで、本当に沿岸警備隊みたいなもんやったんですが、たった20年ですよ、アメリカ海軍がこれもちょっとこの量で出されたら勝てんないぐらいの、もちろんその質的にはまあアメリカ海軍が上ですけど、個別の、あのね、これもね、そのだアメリカ海軍ってね、いわゆる東アジアだけじゃないんですよね、もう大西洋にもあるし、世界中にある、それがですね、それ全部合わせても中国海軍に勝てないっていうぐらい、だからね、もう数でいかれるとね、いくら質が良くてもね、これ危ないんですよね。で今さらに中国はもうこれでもう軍備を今ストップしてるんじゃないんですからね、軍備増強、もうさらにどん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 毎年倍で来てますから、これもだから次の10年でもうアメリカ海軍はちょっとこれ中国ともし一戦交えるやったらもうやめますわというぐらいな、で中国は、ね、昔からね、それは戦争強い国じゃないんですよ、あの一対一だったら負けるんですよ、ところはもうさ、孫子の兵法にありますように、もう戦わずして勝つというのが中国の理想ですから、つまりもうとにかくアメリカ相手も数だけ揃えて、アメリカの倍も3倍も揃えたら、アメリカはもうやらんやろと、もうそれでうち勝てるやろっていうことでね、だからもうすごいもう増強なんですよ、だからですから、トランプ大統領がですね、中国をもう、はい、これをその軍備増強をストップするには、もう経済的に締め上げるしかないんですよね、金があるからこそこれもできるんで、でも、中国、まあ、独裁政権ですから、はい、あの税金の使い方、お金の使い方に文句言う人が一人もいないんですよね、はい、これは大きいですよね、まあ、中国共産党の思うがままに軍備増強できる、金を使えるっていう状況になって、これはの、非民主的な国家の、まあ、なせる技なんで、はい、だからあの内部的にコントロールできないから外からコントロールするしかないという状況にあると思いますね、はい、まあ、これは昔から言われてますけどね、例えば同じ国力同じ、経済力の2つの国がある、はい、で A という B、 これは同等の経済力で戦ったら、まあ、引き上げとなりますけど、片っぽが全体主義の国で、片っぽが民主主義の国だったら、絶対に民主主義の国は勝てないんですよ、つまり今北村先生おっしゃったようにこっちの方は、100% 軍備にも使えるんですよ、やろうもだから、はい、こっちのは民主主義やから、そこまで軍備使おうないよと、一般の福祉に回せよとか、ね、貧しい人を何とかせよとかなるので、はい、しかも戦争だったら、こっちは 100% 分かった、全部戦争だってなるんですけど、こっちは、いや、戦争やめようよ、戦争反対やいうのもあるし、民主主義やっぱりそういうのでしんどいんですよね、だ全体主義ですよね、しかも中国は15億の国は全体主義でしょ、だこれがね、本当にアメリカ並みの経済力を本当に手にすれば、もう世界終わりますよ、だからここ正念場なんです、もうこの1、2年、2、3年が本当正念場なんですよ、中国をこの2、3年で抑えることができるか、あるいはさらにこの増強を許すか、もう今瀬戸際ですね、だからこその、ね、集団安全保障ってことに
なってくるんでしょうけれども ね、はいはい、ただまあ、怖いことばっかり言ってもらえないけど、海軍で言いますとね、まだやっぱり中国がアメリカに勝てないというのは、うん、原子力潜水艦が違うんですよ、はい、あれがやっぱりアメリカとはもう運命の差なんで、まあ依然としてそのスクリュー音がドラを叩いているようなとか、まあ、最近は良くなったみたいですけど、それでもやっぱり性能は全く違うんで、うん、はい、ただまあ性能が違うからといって安感としていると、うん、じゃあまあ一生懸命開発しますからね、中国もね、はい、うん、だからこれはやっぱり楽観は全くできないですよね、空母にしても依然とそうですよね、はいはいはい、まずはこの話題からお届けいたしました。では北村さん、続いて2つ目のニュースはいかがしましょう。そうですね、16番ですかね、はい、16番こちら、はい、はい、そうなんですか、自民党の議員に憲法改正をやりたい人はほとんどいないとありますが、続けてまいりましょう。作家の百田直樹氏は12日自身のツイッターで自民党の国会議員について、思い切りはっきり言うわ、自民党の国会議員の中に本気で憲法改正をやりたいなんて考えている人間は実はほとんどいない、これ本当のこと、日本は20年後になくなってるだろうね、これもうニュースじゃないですからね、すいません、相当ご機嫌がよろしくない時につぶやかれたんですか、はい、まあ、これ私はもちろん、うん、私がつぶやいたわけじゃないけども、うん、私もこのように、まあ、ずっと思ってるんですよね、はあ、ずっと思ってるというのはその、まあ、確かに自民党というのは、うん、まあ、党勢で憲法改正とは掲げてますけども、しかしその、まあ、他方で、まあ、マスコミとか、まあまあまあ、文化人とか、はい、ジャーナリストなどにその、まあ、いわゆる憲法9条原理主義者がたくさんいるんですよね、つまり憲法9条さえ守っていればそれが自分のアイデンティティとして、まあ、いいんだとか、うん、あるいはそれで平和が保てるなんてとんでもない考えしている人たちがたくさんいて、でその人たちは大変その活動家ですから、例えば政治家が現実を直視してこれはちょっと憲法9条まずいよねと、このままではと、改正しようとするとこれはもう叩きに叩くんですよね、はいはい、マスコミもその文化人もジャーナリストも、まあ、必死になって叩くと、でその結果どうするかというと、その議員が自分の身を守れなくなると、そういう状況がずっと続いてきていて、で、まあ、安倍総理もまさに安倍総理はもうそこを